はい、どうも矢沢です。増田です。連載でお送りしてきましたカメラ超初心者講座、第12回目の今回はこれまでのまとめをお送りします。ぜひ最後までご覧ください。はい、改めまして矢沢です。増田です。まあ、今回も入れてね、はい、超初心者講座12回やってきたわけですけど、まあ、いろいろやりましたよね。やりましたね。いや、すごかったのはカメラの置き方とストラップの付け方が伸びたっていうのがそうでしたね。まあ、どのぐらい見られるんだろうなっていう、まあ、若干不安な2本だったんですけども、はい、意外にヒットしまして、うちの中では結構トップレベルに、特に置き方に関してはね、ビューを稼いでる感じなんですけども、あれは意外と知らない人多いですよね。マウントにね、負担がかかんないようにっていう、ただそれだけなんですけど、はい、やっぱり言われればそうかって思うけど、ついついね、やっちゃってる方も多かったんじゃないかなと思うんで、はい、まあ、その辺がね、反響を呼んだんじゃないかと思いますけど、あと、まあ、ストラップに関してもね、いわゆる私ニコン巻きと言われる、内側にね、先端が収まるやつを、ね、レクチャーしたわけですけれども、あのあとね、いろいろコメントいただきましてね、初めて知ったんですけど、同じニコンでも、割とね、上位機種とあと大衆機でまたね、取説に書いてある巻き方が違うんですよ。一緒に見ました ね、ちょっと気になったんで調べてみましたけどね。そしたらどの辺が境界線でしたかね。説明書が境界線でしたね。あ、1枚で大きい地図みたいな説明書のやつはペロって、本になってる説明書はニコン巻きでした。内側に入るやつでしたね、はい。まあ、そんな感じだから、なんでね、分けてるのかっていうのは、まあ、想像の域でしかないですけどね。やっぱり調整がしやすいんでしょうかね、外に出てる、あと付けやすいのもあると思います。まあ、分かりやすいっていうところにしてあるんでしょうかね、はい。まあ、そんなことも初めて、皆さんのね、ご意見というか、はい、書き込みで走ったこともあったりするので、我々も勉強しておるわけですけれども、はい。で、まあ、そのカメラのね、操作というところに今回は重きを置いていろいろと、発信してきたわけですけれども、はい、特に絞り、シャッタースピード、ISO感度、あとホワイトバランスですね。まあ、ホワイトバランスはまあ色の話なんでちょっと違うんですけども、先に述べた3つに関してはいずれもね、明るさを調整する機能がついているわけですけど、まあ、それぞれ一長一短があるわけですけど、まあ、例えば、絞りはね、明るくすればするほど、どん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 やっぱりピントの合うね、奥行きが狭くなる、いわゆる被写界深度が、浅くなるという言い方をするわけですけど、そうすると思ったところと違うところにピントが合ってしまったりするというリスクがある一方、ぴっちり合うとね、今度背景がきれいに動けて奥行き感のある、写真ができたりしますし、このシャッタースピードに関して言うと、また明るくすればすること、このシャッターがね、開いてる時間が長くなるために、どうしても手ぶれというリスクが出てきてしまう。でも、その長く開けることによってで残像があえて残せたりとかね、すごく効果的に撮れたりするんですけど、で、まあ、あと ISO 感度に関してはもう今最近はもう本当に高感度なカメラがね、どんどん増えているんで、昔みたいなことはないんですけど、でもやっぱりね、明るくすればするほどノイズが乗ってきてしまうというリスクがある。でも夜にはどんどん強くなって、暗所にも強くなってくるっていうメリットがあったりしますね。あとホワイトバランスに関しても明るさとは関係ない色の話になってくるんですけど、まあ、この前はね、初心者講座の中では、白を白としてね、撮るっていうところで留めてやりますけれども、それをあえてちょっと色を傾けてあげることによって、肉眼で見てるよりもね、よりリアリティのある、世界観が作れたりとかするので、そういったところもね、まあ、今度は初心者講座に今ちょっと進級するわけですけれども、はい、そういったところにも触れていきたいなと思うんですね。それ以外にも今度はカメラ、周りのことですよね、三脚だったりとか、レフ板とか撮影に関する小物とかも触れていきたいなって、まあ、今のところカメラのね、基本的な操作っていうところと、本当にメモリーカードとかストラップとかっていう、はい、まあ、本当に手元のところしか言ってませんけれども、はい、もうちょっと範囲を広げてね、はい、あと、まあ、ストロボも触れなきゃやっぱりいけないかなと思いますね、はい。レフ板やストロボなんて昔はなんかプロが使うものみたいだったんですけど、今だとアマチュアの方も皆さん使ってて、そうですね、まあ、クリップオンのストロボは、まあ、アマチュアの方は、まあ、使われますけど、
なんかまあ大型、さすがに大型はちょっと無理かな、初心者ではね難しいですけど、まあ一つストロボがあってもね、これをどういうふうに使うかっていうカメラの上に載せるだけでは当然なかったりしますし、でまあ今のところ我々もねそれなりにちょっとプランをね練っているところもあるんですけれども、まあ皆さんの方でもね初心者講座の中で、ね、こんなことやってくださいっていうのがあったら、まあぜひご意見ねコメントに残していただければと思うんですけど、あくまであの初心者のレベルでお願いしたいんですねあんまり中級者レベルになってくるとまたそれはそれでっていうところもあるので、初心者レベルのお願いしたいのと、あとはどうでしょうね、フォトショップやライトルームのそういう使いこなしですね、ソフトの部分に関してもちょっと触れていっても面白いかなって思いますね。それからまずパソコン使ってのデータの管理とかもやりたいですね。それも大事ですね。なかなかどうしてるかって分かんない人も多かったり、うん、やっぱりそうでしょうね、はい、あれも整理整頓の一つですけれどもね、はい、難しかったりしますね。昔のフィルムとは違いますからね私も未だフィルムは残ってますけどね、うん、でもお宝なんじゃないですか、矢沢さんの残ってるフィルムなんて。そうですね、20年前のグラビアアイドルの写真とかありますからねおた文字通りのお宝でしたそうですねという感じで、まあ、ちょっと今のところ我々もプラン練ってるところですけれども、はい、まあ、引き続きねご覧いただけますとありがたいのと、まあ、先ほどもねお話しましたけど、ぜひまたコメント残していただきたいのと、あとまあ私自身はインスタとかね、あとツイッターは特にですね、あの動画にできないような、取材先のネタであるとかね、記事の更新なんかもアップしてますし、まあ、この YouTube の更新なんかも載せておりますので、そちらもフォローしていただけると、まあ、さらに詳しく知っていただけるかなっていうところもあります。であとこのチャンネルね、たまたまご覧になっている方も、いらっしゃると思いますので、もしよかったらこの機会にチャンネル登録をしていただけますと、一緒にねカメラの色々と上達していようという企画もやっておりますので、登録いただければと思っております。まあ、今回そんな感じでしょうか。はい、では超初心者講座最終回でしたけれども、以上、矢沢でした。マサでした。